わからないよね。どう？あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、いいじゃん、いいじゃん。で、ここに絵？うん。変にこっちに貼るよりいいよね。うん。そのうちね。で、ここに、ここに貼る。ありがとうって感じね。あ、ここに貼っちゃって。ママのお腹にいた時の写真。見てみる？いいじゃん。いい感じだ。いい感じだね。これいいじゃん、いいじゃん。ほんまに？うん。あうわっあいた。うん、よきです。ありがとうございました。お花できた。かわいい、かわいい、いや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 。あー、なんか歯が痛い。なんだと思う？みんな。なんだろう。ルンバが変わったな。ルンバか。あ、そうだ。パパが完成してくれたものを見てください。皆さん、こんな感じになりました。壁が可愛いわ。そしてこちらはこんな感じです。可愛いわ。可愛いわ。じゃあさ、新しい絵描いてよ。やだ。え？なんで？前ママアリがいいかな。アリがでしょ。え？これか。毛虫だって痒くなんだもん。これは、うん、青虫。どれ？チャンスがいいか。なんで？勝手に決めないで。ママはね、アリがいいんだね。いきよしゅ。チャンス虫は？サカサカサカ。じゃん、ユノの作品。かわいい。おお。あら、すごいわね。ちゃちゃちゃん。かわいいですね。は？何の音？何の音？パパの歌だよ。パパの歌？片付け使え。お世話様って綺麗。ねえ、ほんとだね。綺麗な顔だね。サナの顔だし。うん。何？牛がいるのかな？
ちゃったって。私のシントが届いたわ。いやいや。小さなが枝。ついたかな。これでオッケー。これできっと取れてると思うんだけどな。何の菌？おみちゃんだ。お肌の菌？あ、常在菌？常在菌だっけな。を調べるやつ。フレリアですよ。もうないんだ。朝用クリームです。日焼け止め代わり、下地代わりに朝塗ります。肌綺麗だったらそのままもうこれ一つでいいっていうアイテムなので。でも私はちょっと最近ね、マック食べたりしてるからね、ニキビができちゃって、ってかね、多分ねこれはねチョコだと思うの。チョコはニキビやばいわ。バレンタインの前からチョコのなんか詰め合わせとかをなんか誘惑に負けて買ってて、そっから多分1週間ぐらいかな。もうチョコとかさ、そんなあんまり食べないんだけど、甘いものなんか誘惑がすごくて SNS でさ、ニキビめっちゃできちゃってやっと治ってきたんだけど、これはね不摂生ですね。食生活って大事だなと思いました。